これ一回諦めたけど、もっとよく考えて取り組んだら、ネット時代に沿った原木椎茸栽培、収穫体験を全国に届ける新しい方法が見つかるかもしれへん。と、再び短い椎茸原木に力を注ぐチャンスがやってきたんです。ところがね、この時、また大きな過ちを犯したんですよ。椎茸が生えた状態で届けるのが難しかったら、椎茸が生えてない時に送ったらええんや。と、新しいアイデアが浮かんできたんです。そこまでは良かったんですが、戦略で失敗してしまいました。何を失敗したのか。決定的な部分は椎茸が生える直前の木ではなく、椎茸の菌を植えた直後の木、これを選んでしまったということです。そう、もうお気づきかもしれませんが、今動画で解説中の見る椎茸の方に力を注いじゃったんです。これですね。この見る椎茸によってさらに2年遅れました。見る椎茸自体には1年間のテスト期間を要し、失敗も多いけど1回用に送り出してみようと、見る椎茸を発売したのが2020年3月。ちょうど今も続いているコロナ騒動が本格化し始めた時でした。同時にこの YouTube も本格始動して栽培実況を始めました。いざ販売してみると意外と興味を示してくれる人が多くて、かなりの本数が人の手に渡り、これは意外と気に入られてるなと確信したのもつかの間、いくつかの木でカビが生え出したんですよ。しかも部分的にとかじゃなくて全体的に。もちろんカビが生えた木はその時点でダメになりました。直接メールで、どうしたらいいですか？と対処法を聞いてくださる方もいました。椎茸が生えることは保証できません。と前置きはしていたものの、秋になって椎茸が生えなかったという報告が多数来るんですね。もう申し訳なさと罪悪感で潰されそうになりました。お客様から信用を失うようなことをして、メンバー一同かなり落ち込んだんですね。でもそこでようやく分かったんです。日に日にどんどん大きくなっていく椎茸の様子をじっくりと見ることができます。十分に大きくなったら収穫し、写真を撮って家族や友人に送ったり SNS にあげたり、